どうもこんにちは、お日様止めの管理人です。今回は、腰の状態が思わしくないミブちゃんが心配な、お日様を見てみよう。月と星が踊るミドナイトオンラインミート&グリート個別トーク会に関しまして、ミブあかりは腰の状況が思わしくないため、一部日程の欠席及び今後の夏季該当日程内での振り替え受付取りやめのご案内を申し上げます。ミブちゃんを大事に、ミブちゃん腰思わしくないんやね。あやミブちゃん大丈夫か。腰を痛めたのは5月頃に発表されたがかなり治療が長引いてるようだ。腰パラはきついね。もう寝転んでミーグリやればよいと思う。ミホチ最後のミーグリを寝転んでやった管理人が通りますよ。ミブちゃんを大事におそらく善悪も同じなんだよね。ずっと座り続けるのが一番辛いらしいし、寝立ちでできる環境なら少しは楽なんだろうけど、ブラックジャック先生はいないかな。ミブちゃん、最悪なことになる前に年明けたら一回長めの休養入れてあげた方が良くないか。ミブちゃんそんな悪いのか、ひなくりも紅白も厳しそうだね。腰って治らんもんなの？ヘルニア人としてはまず休養して腰周りのインナーマッスル鍛えないと治らんと思う。ミブちゃんがどういう腰痛かわからんけど、椎間板ヘルニアと側腕症は公表してる。8月12日のメッセで側腕症と椎間板ヘルニアという病名が本人から語られた。症状は2年ほど前から続いていたようだ。ミブちゃん何ヶ月か治療に専念した方がいいんでねえかな。また悪化するのはメンタル的にもきついか。腰はやったらどうにもならないっていうしな。ひなくりと紅白が終わったら思い切って休養するのもええ段なのかもしれないな。ミーグリが一番きついのかな。長時間座ってるのもなかなかきついんだろうね。腰は同じ姿勢の連続がきついから、ミーグリとか TV 収録とかは大変なんだろうな。腰痛って本当にきついんだよな。横になるのも痛いし、一日中ロキソニン飲んでたわ。程度によるけど、ヘルニアなら手術しちゃってもいいかもな。手術したら感知するもんなの？脊柱管が狭くなって椎間板が突出して脊髄を圧迫するのが原因なので、脊柱管が落ちてあった。ゲーム好きで座りっぱなしダメだと辛いな。机と PC の高さ調整して立ち食いそばみたいな感じでミーグリやれたりせんの？画面酔いもどうにかできんのか。立ち固定もあかんのよ。とにかく同じ姿勢し続けるのが良くない。腰が痛い時は立っても地獄、座っても地獄感。冷えても地獄。これから一番辛い季節だわ。重力がかかるのが良くなさそうだから、ミブちゃんは力みつけプールで。メッセは普通に来てるから腰に負担がかからない範囲での活動はできてそう。ミブちゃんはミーグリの代わりにゲーム実況動画を購入者限定とかでなんとかならんか。こうなったらミブちゃんは全ての活動をアバターで参加。ゲートの鑑定の効果もなかったか。あるわけないだろう。ということで、やはり腰は大事だ。まだまだ若いから無理をせずに長い目で治療していく必要がありそうだな。編集していて思ったが、めっちゃ虫歯になって落ち込んでたのがなんか申し訳なく思ってきたぜ。みんな、はと腰は大事にしよう。以上だ。